海上自衛隊護衛艦出雲に F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っているね。F-35B 戦闘機の配備基地が宮崎県のニュータバル基地となっているが、ロシア情勢も考えると42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなどについてもいろいろ考えられるな。さて今回は、護衛艦出雲加賀が建造されるきっかけを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが F-35B 戦闘機はニュータバル基地に配備され、ロシア情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われているよ。島国日本にとって、広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな艦級分野への進出も政治と連動して進化されてきているからな。このような状況下で近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気知名度規模のいずれからも最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載使用出雲型護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いないね。出雲型護衛艦は海上自衛隊の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ略称として DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されているよ。出雲型の初舷は基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル。全幅 38.0メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルとなっているよ。上記初舷から名実ともに海上自衛隊で最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしてほしいな。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されているんだ。1991年の旧ソ連が崩壊した後に継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には急速な経済発展を背景に身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったぜ。こうした経緯から中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や航船の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事になっているわけだ。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていたんだ。仮に中国との有事が起こった際には在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだな。こうして米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニングツビー型であれば、短距離離陸垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出されたよ。それを理由に出雲型に対し F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったんだ。出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を元来より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるんだけど、これ以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇がすでに存在していたよ。それが1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦であり、
出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇だね。この大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では LPD ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用することができるぜ。ただし、大隅型輸送艦は基準排水量8900トン、満載排水量1万4000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比較して、小型な艦艇だということがわかるな。この艦が全通式の飛行甲板を有していてもヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、従ってエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができないようになっているらしい。また、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえにヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容はあくまで応急的な運用に止まり、基本は飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられるぜ。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではないんだ。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前身となったのは2009年から2隻が就役しているヒューガ型護衛艦が最初だったね。このヒューガ型護衛艦は基準排水量1万3950トン、満載排水量1万9000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、これも冒頭の初言と比較してもらえばわかるが、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つんだ。ヒューガ型護衛艦にはヘリコプターが最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時初着陸は3箇所で実施できる仕様となっているよ。ここでヒューガ型と出雲型の相違点の一つに挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲手S2機と防空ミサイルリム1162機を搭載するのみなんだ。これに対してヒューガ型は 20mm バルカン砲の手S2機搭載は同様だが、324mm の3連装のマーク、32魚雷発射管2機とマーク、41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セル26発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している艦だな。出雲型は必要最低限の固艦防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装らは護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比べてみれば、ヒューガ型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷けるぜ。今のような世界情勢になったからこそ出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているけど、ヒューガ型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかったんだよね。そのため大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はされていたけど、ヒューガ型の建造に際しては政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになるよ。5つ目の案はすでに存在していた春名型白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだったな。結果的には全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的であり、
その後の出雲型へと繋がる実績を作ったと称えられるけど、今から考えれば覚醒の感が拭えない気持ちだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。